はい、お元気様です。久留米市立の太陽です。本日はですね、共通テストの点数を見せてくれということで、非常にその要望が多いので、とりあえず共通テスト2021年かな、コロナが始まって2年目かな、の時の、共通テストの点数で、福岡教育大学が C 判定で合格した生徒のですね、まあ、その点数をちょっと見ていきましょう。はい、900点満点で613点ですよ、ということですね。おそらく2021年だったと思います。はい、ということでですね、まあ、その共通テストの点数、共通テストの点数ということで、まあ、この前なんかもね、福岡教育大学に合格した生徒の点数は、センター試験の点数で見せたりすると、まあ、そっちじゃなくて、こっちが見たいというようなことでですね、言われるんだけれども、一つには、共通テストが始まってまだ時間が経っていませんから、あんまりないんですよ。うん、いいですか？あんまりないということ。それと、まあ、うち自体がその生徒が少ないっちゅうのもあるんですけども、特にこのね、共通テストが始まった頃っちゅうのは、もう、コロナでとにかく生徒が少ないと、70人から生徒が来てたのにね、70人からうちは生徒が来てたのに、20人までドーンと減っちゃったわけですよ。うん、なもんだから、受験してる生徒自体がね、それ20人が20人全部、高校3年生や高卒浪人生ならね、また話は別ですけど、そんな、全部が全部ね、高1高2生とか小中学生もいるわけだから、そんな20人いたとしても、もっと少ないわけですよ、大学を受験した人はね。で、さらに言うと、その共通テストを受けた生徒で、その私立の生徒もいれば、国立の生徒もいるわけだし、で、あるいは、その、まあまあ、まあいいや。はい。という部分でですね、ないです。はっきり言って。そんなにないです。もう、共通テストの点数を見せてくれ、見せてくれっていうふうに言うけれども、まず生徒が少ない。ね。生徒が少ないコロナの時期が共通テストの時期ですよ。ということでね、あんまり期待してもらってもそこは無理ですよ。ということで、今日の内容は入ってきます。はい。ということで、よいしょ。さて。そういう愚痴は後にすればよかったね。はい。ということで、先に言ってしまいましたが。さあ、ということでですね、共通テストに、共通テスト、C 判定で福岡教育大学に合格しましたという生徒の点数ですね。明善高校の生徒です。まあ、非常に久留米実習室気に入ってくれてね、年賀状とかも送ってくれてるんですよ、この子はね。すごい、頑張り屋さんでした。確か、英語の先生つけただけなんですよね。英語が苦手だっていうことで。いいですか？もう数学の方の点数は見てもらっての通りです。もう明善高校で、しかも福岡教育大学受かるぐらいの、まあそういう優等生ですけれども、優等生っていうほど優等生のうちには入らんかもしれんですけどね。はい。そういう生徒でも、数学 1A64 点、数学 2B44 点と、108点とかね、こんなもんですよっていうことですね。はい。ということで、ちょっと今計算してなかったな。613点、613点の900点満点だから、68.1%ということで、まあ、そのね、じゃあ68%必要だっちゅうなら、ね、130何点、数学 1A2B で130何点いりますか？必要、取らないといけないんですか？っちゅうとね、ね、取れないわけですよ、絶対に。無理です。はい。もうはっきり言って100点超えるのがほぼほぼ無理ですから。100点超えられないぞーっていうようなことがあるので、となると、数学以外で点を取らないと、その68% C 判定取れないですよねっていうことですね。数学で68%無理だよーっていうようなことをね、もうこれもう繰り返し言っときます。はい。もう数学がね、はっきり言って、その九州大学受かるような生徒でもね、文系の九州大学受かるような生徒でも、68%はちょっと無理がありますよっていうようなことでね。言っときます。はい。ということで、数学 1A2B では68%は取れません。ということは、他の教科でね、こうやって日本史とか、ね、林政とかで8割取るとかね、うん、まあ、そういうふうなことをしないと、あるいは理科の方で、これ69%か、うん、まあまあ、68%を超えるというぐらいの点数を取らんといかんわけですよ。漢文で満点取るとかね。漢文とかはもう満点取りやすい科目ですから、ね、まあ、国語の作成委員の人たちは頭がおかしい人ばっかりですから、めちゃくちゃ難しい問題を出すときは出しますので、漢文でね、東京大学に合格した生徒でも38点しか取れなかったっていうのが、ね、うちの生徒でね。
漢文で38点しか取れなかったっていうような、もう非常にね、頭のおかしな問題を国語の作成委員の人たちは出しますけれども、まあそういう場合を除けばね、漢文で高得点を30、68%以上取ることは、まあできるんじゃないかというところですね。はい、古文ちょっと難しいですね。古文はちょっとさすがに、うちの生徒たちの共通の、のはね、ここまで見れば大体皆さんは気づいたと思いますけど、久留米実習室に来ている子たちは古文が取れないということですね。はい。なんで古文がその48%しか取れてないんだよっていうことね。これちょっと問題なんだけどね。だから来年からは月謝、実習室を使える、実習室を使う生徒であったとしても全員強制で英語、数学、国語の、質問ができるという形を取りますよと。ね、もう自習室の利用も1万1000円じゃなくて1万5000円にして、その代わり英語、数学、国語の質問ができるようにしますよというふうなことでやっていきますということですね。はい。で、現代文68%。はい。68%取れてますねということで、リスニングが73%。英語の筆記の方がね、やっぱちょっとうちの英語の先生をつけていただきあって、やっぱ英語は苦手なんですよね。英語は68%いってませんね。61%です。はい。ということで、何度も繰り返しになりますけど、社会ですよ、理科ですよ、この辺でね、高得点を取るんですよ、社会で80%取るんですよ、ね、理科で70%取るんですよ、そうすることで68%というこの点数がね、613点というこの点数が取れてるわけですよ。うん。もう数学じゃ無理です。数学で取るの無理だよ、ということね。はい。ということをしっかり押さえてもらって、福岡教育大学教育学部、中等社会学科ですね。はい。中学生の社会の先生を目指すということですね。はい。ということで、私は高校の数学の教員だったんですけど、高校の数学教員の、免許を取るよりも、中学校の教員免許を取る方が難しいんですよ。うん。もう一段難しいです。だから、中等社会は C 判定になってます。で、他のところだったら、この生徒はね、この、613点でもほとんど他は全部 A 判定なんですよ。うん。中学校の英語とか、中学校の国語とか、初等教育だとかね、そういったところは全部、初等教育っていうのは、まあ、小学生ですね。そういったところは全部 A 判定もらってきてます、この子は。うん、この点数で。はい。だけれども、この中学生の社会っていうのだけ異様に難しいわけですよね。多分ね、どうなんだろうな。あ、逆か。小学部のね、小学部の方に行って、中学校の社会の教員免許とか取れるんですよ。うん、小学部でね。はい。だから小学部に行くと、商業高校の先生の商業の免許が取れるだけじゃなくて、中学校の社会とかの社会の先生の免許が取れます。高校の社会の免許取れたかな？ちょっとは覚えてないですけどね。はい。で、もうちょっと見てもらいたいのが、下の方の、この子の滑り止めは、福岡大学の人文学部になってますよ、ちゅうことね。まあ、福岡大学の方は、教員養成課程があります。私が、ね、福岡大学通っていたときに、教員養成課程の方に、履修していたように、まあ、こういうね、福岡大学に行っておけば、そういうふうなね、中学校とか高校の教員免許が取れますよ、ちなことでね。はい。まあ、そこら辺が彼女の狙いでした。ということで、福岡大学の人文学部、教育臨床心理学科の系統テストが前期とか共通併用とかですね、共通テスト併用とか、あとは人文学部の文化学科の前期試験とか受けてますね。あ、これちょっと結果書いてないから、ちょっと私も結果の方は度忘れしてますね。はい。さて。で、あとちょっと面白いのは、この西九州大学の子ども学部の心理カウンセリング学科っていうところを受けてますね。西九州大学、佐賀にあったっけか。うん、そこまでレベルは難しくはなかったと思います。多分、久留米大学とか九州産業大学とか、福岡工業大学よりも優しいレベルだったと思います。まあ、福岡工業大学は理系だから、うん、関係ないか。まあ、久留米大学とか九州産業大学よりもレベルが低い大学だったと記憶してますけどね。まあ、西九州大学受ける子もいるんだみたいなところですよね。はい。ということです。まあ、大体10分になりましたから、今日はちょっとここら辺で以上にしておきましょうかね。後半戦なんか話しますか？話すっちゅうてもな、
明日が選挙だから、あんまり選挙に関係のあるような話になっちゃうと、ちょっとね、まずいですから、ちょっとまともな話は、選挙が終わって、明日の夜8時以降ので、出すような動画で考えましょうかね。はい。ということで、今日土曜日ですよね。土曜か。うん。土曜日なのに、これ平日のやつを出してしまいましたが、昨日のやつを出すつもりでね、出せなかったんで、今日ちょっと、今日に回しちゃったので、今日は本当はね、難関レベルの方を皆さん期待していたと思いますから、ちょっとね、明日2つ、今日の分と明日の分と、難関レベルを出しましょうかね。はい、ということで、ちょっと10分過ぎちゃったからどうしようかな。もうちょっと話しますか。はい、ということで、明日は選挙です。明日は選挙ですけれども、私の両親がですね、亡くなった両親が、選挙当日、なんか予定が入ってて、選挙に行けないやということで言ってた時があったんですね、私が幼かった頃ですけども。で、その時たまたまその期日前選挙中のが始まったんですよ。だから、その選挙当日に行けなくても、その前の日に選挙にね、投票しに行きましょうっていうようなのがあって、で、それがあるやということで、私の両親は、その負けそうだった立候補者の人にね、投票しに行ったわけですよ。うん。この人負けそうだっちゅうでね、その2人が応援していたね、私の両親が応援していた、政党のその立候補者がね、どうも選挙で負けそうだぞっちゅうなことで、その2人が投票しに行ったわけですよ。そしたら、なんと選挙結果で、1票差で、その私の両親が投票した人が1票差で逆転当選したわけですよ。うん。当選しました。たった1票の差で。ということは、私の両親がもしそれでね、期日前投票とかに気づかなくて、ちょっと選挙当日行けないやで行かなかったとしたら、1票差で負けてたと思うんですよ、その立候補者はね。うん、だからよくね、1票の差なんてそんなの関係ないよとかね、自分の1票なんか何の意味もないよ、たった1票なんだからとか、そんなことを言う人たちいるんだけど、やってみなくちゃ分かんないんですよ、これは。やってみなくちゃ分かんないの。結果が分かってるんだったら、誰だって投票に行きますよ。うん。でも、みんな投票行かないでしょ。なんで行かないのかっていうと、もうそのやってみなくちゃ分からないっていうのが選挙なんだっていうね、これ、入試と一緒です。入試と一緒でね、その1点差を争ってるようなところなのに、いや、たった1点を取りに行ったとしても、そんなのどうでもいいじゃんみたいな感じでね、でもその1点に泣くっていうことがあるんですよ。1円を笑う者は1円に泣くっていうようなことをですね、昔の大人たちは言ってたんですよ。最近の大人たちは言いませんけどね、親から言われたことありますか？ね、親から1円を笑う者は1円に泣くんだと。ということは、大学入試で1点を笑うやつは1点に泣くんだと、1点を取りに行くんだよと、英単語1個覚えたからどうかで違うんだぞみたいな感じでね。うん、そういうようなことを、ちゃんとね、普段からちゃんとしつけられてるような子たちっていうのは、闇バイトとかには手を出さないと思いますけどね。こういう当たり前のことを自然に親から習ってなかったりするとね、ほんと悲惨です。うん。だから私は高校の教師の時ね、その掛け算の九九ができない高校のその教師をやってたわけですよ。掛け算の九九ができないっていうことは本当にひどいわけですよね。そうすると、ある日、その女子高校生がね、教え子の女子高校生が私のところにトコトコトコってやってきてね、先生、質問がありますって言うんですよ。すごく真面目なっていうかですね、悪い子じゃないんですよ。悪い子じゃないんですけども、先生、質問がありますっていうふうに聞いてくるんですよ。何ですかっていうことでね、何ってことで聞いて、見たら、ね、なんで、ね、先生、人間は毛があるんですかと、ね、髪の毛とか、ね、眉毛とか、ね、まつげとか、ね、なんで毛があるんですかっていうことを聞いてるわけですよ。おお、そうかと、よし、親御さんに聞いておいでというような感じでね、言ったわけですよ。さあ、次の日、ね、またやってきたわけですよ。先生って、親に聞いてみたんだけども、わかんないって言うんですよ。お、そうか、親は分からんというかと、分かった。ならちょっとね、髪の毛とかあるやん、髪の毛とかね、頭を守ってるんだよと、頭にガーンってぶつかったりした時にね、いきなりぶつかっても大丈夫なように、クッションになるように髪の毛あるんだぞと、俺はハゲてるけどね、私はハゲてますけれど、髪の毛とかね、クッションになってんだよと、まつげとかもね、目の中にゴミとかが入らないように、ね、その毛で、守ってる、目玉を守ってるんだよと、口の中にだって毛が生えてんだよと。口の奥の方にもね、繊毛かな？口の奥の方にも毛が生えてて、変なものが口の中に入っていかないように、そこで
止めてるんだよ、ちなことでね。まあ、そういうふうなことで、大事なところ守ってるんだよ、ちなことで、話をするとね、そうだったの？みたいな感じで。高校生だろうってなるね。高校生なのにそれ知らんかみたいな感じでね。でも制服なんかもボロボロで来る子なんかもいるわけですよ。もう親が、ね、育児放棄してるわけですよね。だからせめてその親が、ね、学生服にアイロンがけとかしなくていいっていうのを私は言うわけですよね。子供にやらせなさいっていうことでね、私はこの動画で言ってると思うんですけれども、まあそういう時に、やらせなさいはいいんだけど、ちゃんと最初にアイロンのかけ方を教えないと、子供は自分でやれないわけですよね。で、それをやらないっていう親がいるわけですよ。子供に対していつまでたってもアイロンのかけ方を教えようとしないっていうような親がですね、いるわけなんですよ。だからもうしょうがないから、もう家庭科の先生がちょっとおいでおいでみたいな感じしてね、もう家庭科室の方でずっと子供の方にね、そのアイロンかけてやってね、こうやってアイロンかけるのよみたいな感じでね、もう女の子なのに、もうボロボロの制服で来るわけですよね。もう育児放棄の状態なんですよ。だからもう、何やっていいか分かんないみたいな状態になってるわけですね。もうパッパラパーになってしまって、もう掛け算の句もできないし、アイロンのかけ方も分かんないしというような感じでね。これ困るんですよね。絶対闇バイトになるパターンですから、こういう子はね。はい、そのままスーッといっちゃいますので。だからもう親がね、いや、そんな掛け算の句ができない子じゃないです、うちの子はとかいうような感じで言うけど、アイロンのかけ方教えてないじゃないですかっていうことですよ。ね。いや、掛け算の句ができるかできないかっていうのは、あくまで、そういう闇バイトをやるかどうかのあれではないんですよと、そうじゃなくて、アイロンのかけ方とかね、そういうところ、生きる力をね、その人間力をちゃんと鍛えてるかどうかの方が大事なんであって、その大学を受験するとかね、なんとかっていうのは我々に任せてもらえばいいんですよ、学校の先生とかに任せてもらえばいいんですよ、そういうのは。でも学校の先生とか我々はアイロンのかけ方とかね、そういうのは教えられませんから、もうこれ、親がやってもらわないといかんことなんでね。はい。なんで髪の毛があるのとかね。そういうことはね。もう本当大変なんですよ。もうそういう闇バイトに流れていくようなね。境界性知能とかいうやつですよね。もう本当に危ないレベルの子たちとかですね。もうわけわかんないで生きてるわけですよ。だからもうネットなんかもこうね、いろいろニュースが流れてきて、闇バイトのニュースなんか流れてきて、いや、そんな闇バイトなんてバカみたいなことするやついないだろうとかね、なんか石破総理が、こんなうまい話なんてないんですよって言っても、それにころりと騙されてしまうほど、やっぱ彼らはね、そういうふうに掛け算の工夫もできないし、アイロンのかけ方もできないし、もう何もできないような子たちなんですよ。そういう子たち、要するにね、教育を受けていないような子たちっていうのが、これからね、日本の闇バイトの主流になっていきます。もう1000万人を超えてくると、闇バイトをやる人たちが1000万人を超えてくると、5000万人、1億人っていうふうな、もう1億総闇バイト時代に今から入ってきます。はい、これはね、もう避けられません。もうこの流れはもうガーッといってますから。なんでかっていうことは、ちょっと明日選挙が終わってから言うとしましょうね。もう選挙でちょっと問題になってくるから、ちょっとそれは言わないとして、まあ、さっきね、ちょっと、例のうちの久留米実習室の内装工事でお世話になってるね、社長さん来られて、明日の選挙はこの子で、この人にお願いしますとか言って、来られてて、私は無党派層ですからね、どこを応援してるとかじゃなくて、ね、ないんだけれど、まあ、聞いててやっぱ良かったなと思ったら、前にもこの動画で言ったと思いますけれども、扶養家族が100万円の限度額っていうのがあるじゃないですか。あれっていうのはね、時給が500円とかの時代でも、100万円だったんですよ。でも今、時給1000円じゃないですか。2倍になったのに、100万円限定、100万円で、規制ですよ。100万円以上を稼いだらダメですよ、ってな感じでね。お母さんとか、子供さんとかは100万円制限があるわけですよ。だからうちでアルバイトしてくれてるね、アルバイトの先生でやってくれてる、ね、大学生の先生たちなんかも困るんですよ。もう12月とかになるとね、ちょっともうバイト代が
100万円超えちゃうから、ちょっとすいませんけれども、12月は授業はなしにしてくださいとか、ね、ちょっと待ってください。それは困るということでね。だから他の塾さんとかとね、掛け持ちで働いてるんですよ。うちの先生たちもね。だもんだから、他の塾でも稼いでて、で、うちの塾でも稼いでて、そうすると100万円超えちゃうわけですよ。100万円超えると、その扶養家族のやつから外れちゃいますから、困るわけですよね。はい。で、特にうちなんか時給2000円でやってますから、めちゃめちゃ稼げますからね。となると、やっぱりその100万円っていうのを、時給が500円から1000円になったなら、今の100万円を200万円にしてもらわないと困るんですよね、これは。困るんで、それをやろうってしている政治家の人は、この人ですっていうことでね、今日はその社長さんが紹介してこられたので、その人に投票してもいいかもしれんなとは思ってますけどね。思ってますけれども、はい、というふうなことで、面白いですね、そういうのね。ちょっと明日の選挙の時に、選挙が終わってから、ちょっと話はね、そうしないとちょっとまずいので、まもなく、日本のバブルが崩壊する、まもなくね、来年ぐらいからもいきなり日本はズドンとひどいことになるよっていうような話をね、まあ、ちょっと明日の動画あたりでやろうかなとは思いますけれども、ただね、多分この動画ね、毎回バンされてるんですよ。毎回動画が削除されてるんですよ。こっそりと。消えてるんですよ。はい。消されるんですよ。そういう、本当のことを言っちゃうとね。本当のことを言っちゃうと。こんな、登録者数が1000人ぐらいしかないようなチャンネルですよ。こんなところまでいちいちね、そういうふうにバシッとこう、切りに来るんですよね。大変です。はい。だからもう今の日本ね、日本を、破滅に追いやろうとしてるような人たちがね、もう監視してますから、何としてでもね、この久留米市周辺でまともなことをね、東京から入ってくるような情報とかね、つい言ってしまうと、バシッと切られますから、消されます、これ。面白いんですけどね。はい、ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていけばチャンネル登録お願いします。下の方にはブログ、お便りシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい、ということで、以上です。